さあ WBC 世界ミニマム級のタイトルマッチです。12回戦2度目の防衛戦、重岡雄大とそしてランキング6位メルビン・ジェルサレムが拳を交えます。倒してやるみたいな顔してますね、はい、今日はあの相手リングをボコボコにしたいと言ってましたからね、はい、その通りの表情を浮かべていました。さあ試合開始です。大輝さん、どんな試合を望みますか。でもこれバチバチですね。ああなりますかね、やっぱり、はい、21勝のうち3敗なんですが、その21勝のうち12の KO 勝利があります。ジェルサレム、あの谷内を倒したあの一発、あれがまた火を吹く可能性もあります。山本さんはいかがですか。そうですね、あの雄大選手らしいボクシングを見せてほしいなと思います、はい、あとあの大輝さん、この雄大、今までは前回は例えばあの亀田智樹選手がメインを飾りました、はい、今回メイン亀田選手の相手が変わったということも理由の一つですが、はい、かなりそれで力を入れてるんですよ。お落ち込みますね。ありますね、やっぱりメインという一つのなんかそれもステータスになりますからね。そうですね、ここで今いいとこ見せたいでしょうけどね、はい、見事この多くのファンの皆さんが見守る中でその自分のボクシングを展開できるか。重岡雄大前の手で相手の前を弾きます。雄大はサイズがありますね。ありますね、練習たまに見に行くとどんどん大きくなってるような感じがあるんですよね。プレッシャーをかけ方がね、あのじわ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 、あれとやっぱり兄弟似てますね。あー似てますね。そっくり、いろいろ状態も動かしてもうちょっとまだ、ね、ジェルサレムは、ね、まだパンチ出せてないですよ、はいはい、ここ一番で出してくるんでしょう。狙ってるという言葉も飛び交っています。いや、いけないんでしょうね。おお、ボディーへ、おお、これです。おお、ボディー効いた、あ、ボディー入った、あ、いかないんです。ボディー効いてない、効いてないと思う、効いてない、もう一回行きました。え、もう一回ボディー効いてない、ボディー効いてないですか。効いてない、ボディー効いてない。あユーダイが下がります。ユーダイが下がります。大きく距離を取ってきました。さあジェルサレム、大きく2つ徹底的に出てきます。危ない、ジェルサレムすごい勢いだ。パワーありますね。ジェルサレムが返り咲き満々、ユーダイが効いてくる。ユーダイが効いてくる。そうかもしれませんね。ちょっと効きましたね。大きくもらいましたね。明らかにもらったのは確かです。これで効いてますね。フェイントから時間あと30秒、立ち上がり雄大パンチをもらいました。いや、まだ挽回できるんで、これ1ラウンド戻ることですね。もう一回ブロックします。効いてないよと首を振る雄大、立ち上がりちょっと波乱含みです。重岡雄大あと2秒になりました。第1ラウンド、いや無理しない方がいいな、ここね、もうあと、はい、これは流した方が良さそうですね。第1ラウンドいい攻撃を見せました。チャレンジャージェルサレム、なかなかいい攻撃でした。しばらく続きますよ。どちらが その一発で終わる可能性もあるんで、ですね、はいはい、それはそうです。パンチを持っている2人、さあ第3ラウンドです。探り合いのパンチが決めの一発になりかねない、この両選手、はい、見事に、これはしっかりとブロックしました。ジェルサレム相手のリズムに釣られて、重岡雄大も今ステップ切り始めました。まだまだこれから前の手、お互いにそうなんでしょうけど、パンチが出てくるんでしょう。一回レフェリーが分けます。銀次郎が見事な勝利でバトンをお兄ちゃんに渡しました。さあそのバトンをもらった雄大が最初ボディにパンチをもらいましたが、その後はどうと、いつも積極果敢なボクシングを展開しようとしています。まだまだこれからです。今まだまだお互いに様子を見ているような展開で、あのストレートですよね、谷口のグローブでしっかり、はい、よかったですけどね。でもあの伸びますね。ちょっとびっくりしましたね、はい、いやジェルサレムさすがです。一旦はチャンピオン、王座についた男であります。やっぱりこういうことですよね。見事な感覚です。落ち着け落ち着け、重岡雄大先にダウン。こういう試合になりますよね。すごかったね、簡単。やはり油断どころか一瞬も気を許すことができない相手です。いや、これはでも、はい、あの全然逆転できますよ、はい、
ただ慌てないことですよね。いや、おう、あれ内山さん、さっきのカウンター狙ってたんですかね。まあ、狙ってたのか、結構まあ反射的出る感じはあるんですけど、雄大選手が結構長いパンチ出しちゃったんですよね。ただでもそういう試合なんでね、いいでしょ、はい、ああ、大きい、強い、返します。さあどうだ、左ショートのカウンターダウンを打ちました雄大。頭を打ちました、頭を打ったかもしれません、はい、激しい序盤です。雄大平常心取り戻したようです。さあメルタイムはどうするんでしょうか。12ラウンドあるんでね、メルタイム。しっかりとこの辺りは対処しています、ブロックしています。やはり怖い一発を持っている。そうですね、あの右ストレートが怖いですね。右ストレートね、はい、右から左、右に引っ掛けるような打ち方をします。いや、雄大がやっぱりさっきストレート出した瞬間だよな、はい、あれでかわされてね。まあ、パンチを出すことは大切ですが、あれもらったので、だからあれのお互いの差し合いなんですよ、はい、あとでね、捉えました。どうだ、左打ち、左打ち、右ストレート、襲いかかってきた。あの右ストレートすごい、いいですね、強いですね。ガードで入ってくるところ、左で引っ掛けるようなサウスポー独特の打ち方をしましたが、第3ラウンド終わりました。一瞬ですね、一瞬、はい、今ポイントを振るならばどちらに、まあ、10対8になるんですよね、ダウンしたんで10対8、はい、スロー VTR これなんですよ、ね、ごめんなさい、ダウンがありましたのでここで2ポイント差。あ、ダメージ的にはどうですか。あ、パンと合わせてきましたね。いやでもいいタイミングだったっすよね、はい、抜群ですね。大丈夫大丈夫って言ってるけど10対8つきました。、はい、下手したらあれでね、やっぱ一発で相当効いたという人も中にはいらっしゃるかもしれません。そういった人もこれ両選手のファンが喜べるような展開ですよね。楽しめるようなね、楽しめるというか、ファンだったらまあヒヤヒヤするかもしれません。さあエルサレム、まあ先に行った、この辺の気持ちの強さ、内山さんやっぱりね、先に、はい、という、そうですね、これは買うところですよね、ええ、先に行った方がいいですね。今度左です。あ、積極的にこうフェイントなりフェイクと呼ばれる動きなり仕掛けます。当然この視線でフェイクもかけています。下を狙ってみたり、あるいは上に2発打ってみたり、その辺をちょっとリズムを作り直している感じのジェルサレム。バーリングで刺してくる相手のジャブは落とします。重岡、おう、おでこにパンと当たったようですけれども、ジェルサレムも同時に狙ってます。おお、あれば警戒しないといけないですね、はい、いきなりね、やっぱり、あ、このボディ、良かったように見ました。下がったのか、もう一回ボディ、お、あと、お、お互いのボディ返してきた。お、あ、危ない、危ない、危ない、ちょっともらった、パンチあるな、連続してもらいました。あ、ちょ、ナイスガード、これはブロックです。しっかりとしています。お、パンチありますね、ありますね。試合は中盤に差し掛かっていこうというそういうところですけれども、見せるかなと見えなかった弾丸パンチ、ジェルサレム、危ない、ジェルサレムも今気がつきまして、パンチを受けました。読み合い、フェイントの関係、ジェルサレム引き合わせました。ちょっと開くっすね、ちょっと開くっすね、構えがね、広いんで。雄大2度目のダウン、ダメージないでしょ。ダメージは大丈夫ですけど、はい、ポイントはね、ポイントは、そしてあと気持ちの面はどうだ。気持ちは切れない、はい、雄大はジェルサレムがいい感じで倒し返せ、目の前で伸び続けています。やっぱり伸びます、うわ、伸ばしてきます。ちょっと今タックにした、しない、大丈夫です。さあ雄大、ここからです、残り30秒、ジェルサレム、今ブロック、カウンチでブロック、おー、ライス、本当に甘そうでしたね、本当に強いですね。ジェルサレム、もう右顎を捉えます。さあ、雄大、先に詰めていきました、雄大、距離を潰します。
このここの距離の感覚がでも雄大もやっぱ強気だよな、はい、誰とやってんの行くもんね。ここでゴングダウンがありました。ここで、はい、10対9になりました。10対8になりました。でひょっとしたらだからえ今次が7か次。そうですね、うん、いやこれはこれ見てください、うん、まあでも合わせただけですけどね、ドーンとこう軽くね、ただもう引っかかってきたところだけにあのバランスがやっぱり不安定なところポンと疲れました。これやっぱ上手いですよね、まあ、ダウンですからねこれでも、もう重岡兄弟ファン、特にお兄ちゃんファンもう祈ってますよ。山本さん、はい、祈ってます。山本さんも、はい、さあ、あと3分間です。ラストラウンド頑張れ。さあ、あと3分間倒しきれんなら、おお、先に来たジェルサレム、いい選手です。頭も当たります。全ての力を拳に乗せたい重岡雄大、二度目の防衛戦大苦戦。場外から大きな重岡への声援が沸き起こっています。低い体勢で入ってくるメルビン、それに対して重岡を追いかける。もう効かないんでね、もう少なくともこのラウンドは制する必要があります。シャッフルから右が入らない。フォアーズ今かすった。重岡のパンチとともに口からものすごい声が漏れてきます。大竹美とともに自分の渾身の力を打ち込んでいきます。カウンターです。やろうとしてるのは楽しいですよね。結構カウンターももうちょっとしっかり当たるかと。そうですね、ただね、なんか止まれそうなチャンス気はするんですけど、相手もやっぱうまくうまいですね、体預けてね。しかもまあまあやっぱ打たれ強い、はい、左ポンと当たった、おーっと上、バランスも崩しがち。メルヴィン、ジェルサレム、おーっと、いいですね、メルヴィンも最後まで打ち合う気満々。メルヴィンも気強いですね、あそこ全然下がってもいいんですけどね、はい、いやこれはどうしてもやっぱり打ち勝つんだという、そういう気迫が相当疲れてるね、バランスがだいぶ、うん、これもらったら効きますよ、はい、あと1分強飛びかかってきた。1分切ります。シャッフルからちょっと相手を幻惑するような動きが出てきました。右のストレート追いかける重岡、ボディ50秒インパクト残したい重岡、グループ、さあ前に出てきました、アウト、気合が入ります。思わず向き声が到達しました。入ってくるところね、今ね飛び込んでくるところ、狙いがよかったのかもしれません。これどうだ、右、おお、左一回、残り20秒切ります。時間がない。重岡カウンター、最後の右のパンチ、もう一回試合になる。あと数秒、残りはわずかです。右のパンチ入れ込んだ、最低、試合終了。これはきついな。ジェルサレム勝ったというアピール、チームも試合終了のゴングと同時に皆がジャンプをしました。重岡雄大2度目の防衛戦敗れたのか、どうなんだ。なんで良くてもドローなんですよ、はい、まあ、もし仮にですよ、はい、9、10、11、12で取ってるとするんだったら、はいはい、仮にですよ、はいはい、だったら1対0でドローなんですよ、ね、ラストラウンドの2方取りました。ラストは難しいな。前半はね、言うと良かったんですけどね、後半がね、ちょっと意外としたら離れてる可能性もあるじゃん。そうですよね。いや、山本さんドキドキしますね。9、はい、が取られてると思うんですよね。これはどういうポイントなんでしょう。先ほどあの2対0で
2社が4ポイント差だったんで ね、 これね、これ3までだったらねまだチャンスあったかなと思ったんですけど、これはちょっと追いかけるには厳しいですよ。まあ、でも1人レフェなぜかドローを追いかけて1人のドローの人は多分雄大なんでしょうね。そうそう、だからポイントあだ、ね、ダウンがあったんですよ。だって2人が4点そうです、4点差4点差そうそう、イーブンだったんで、なんで判定2対1じゃないですかね、スプリットじゃないですか、2対1になるかどうか、そっちにつけたりとかね、そうですかね。今カメラは雄大のコーナーに入っているその姿、左側が町田トレーナー、向こう側が銀次郎選手、そして右側には小林トレーナーもいます。もう会長もいますね、渡辺会長です。さあどうなんでしょう。目を晴らしていますね。重岡ファンは祈るばかりでしょう。ギリギリです。ジェルサレムようやくグローブが外れました。名古屋国際会議場イベントホール大興奮の中全ての試合が終わりました。さあ、あとはこの最後の試合の結果を待つだけです。 WBC 世界ミニマム級タイトルマッチ採点の結果お知らせいたします。ジャッジキム・ジェイボン114対112、ジェルサイム。ジャッジそうなる、ね、マルコム・ブルナー114対113、重岡。さあジャッジ第1リンダマン3人目114対112、以上、ね、2対1をもちまして勝者 WBC 世界ミニマム級新チャンピオン、ベルビン・ジェルサレム。重岡雄大敗れました。今回は東大同時公演ならず、王座返り咲きです。エルビン・ジェルサレム、前回は同じ渡辺ジムの谷口を下し、そして今回は同じ渡辺ジムの重岡雄大を下して再び王座に返り咲きました。はい、面白かったです。上下なんで休む暇がなかったね。いやー、山本さん今のお気持ちを。悔しいです、ね、でも、もうすごいもう胸をつかまれました。この試合にいい試合でしたね、はい、いやお互いに前に出てで、あのパンチを入れよう、お互いにその逃げようっていうあのポイント計算じゃなくて、まあ、ある意味ポイント計算なのかもしれません。倒そうとしたシーンでしたからね。エルビン・ジェルサレム選手、マッチプレゼンター、トップ3点。